はい、こんにちは。もう単なるタスキ掛けの因数分解なんですけども、タスキ掛けの因数分解って失敗はつきものなんですけども、失敗はもうちゃんとこの3つの数字をよく眺めれば、もう極力少なくできると。まあそもそもタスキ掛けっていうのは、まあこういった一次式同士の掛け算でできたこの二次式をまあ元に戻す作業で、まあ二次の係数の AC、かけて AC か、A と C かといっても、今文字だから AC ですけど、もちろん AC と1でも構わないわけですね。AC と1でも構わないし、もちろん A や C が素数じゃなければ、まあこういったたくさん約数がある数だったら、この分け方はたくさんあると。で、まあかけて BD も、まあここだからまあ BD って分けますけど、もちろんこれ反対でもいいし、もちろん BD と1でも構わないと。で、まあこうやってうまく最初からいけば、これで AD と BC で、この和が真ん中に来てれば OK。でもこれもちろん反対に書くことだってあり得て、そしたら、AB と CD で足して真ん中に来ないから失敗っていうふうに、まあ失敗はつきものですと。でも、失敗を極力減らすことはできますっていうので、まず、この例なんですけども、たすき掛けに限らず因数分解はどんな場合でも共通因数があったらくくるっていうのはもう第一原則です。例えば今これ共通因数ないですね。でもこれはもし真ん中が24だったら12でくくれますっていうふうにして、くくってから、始めますと。くくって、さあ、この中どうかなっていうふうに、共通因数だったら、まず最初にくくりますと。で、まあ、まずくくれないことを確認して、くくれませんねと。で、じゃあ24。24は、約数多い数ですね。2の3乗かける3っていう数なんで、約数は、C には8個ありますと。約数が8個ってことは、掛け算のペアとしては4組ありますよね。24と1、2と12、3と8、4と6とかという。で、そのそれぞれに対して、今度、12っていうのは2の2乗かける3だから、3には6個ありますと。で、この場合は入れ替えたら別の意味になるんで、もうこの一つの24、1に対して6個ずつ、全部に6個ずつあるんで、全部で24通り。で、まあ、プラスとマイナスまで考えれば、これどっちかはマイナスなんで、プラスとマイナスまで考えれば48通り。まあ、ただまあ、プラスとマイナスは最後のちょっとした微調整なんで、まあ、それでも24通りあります。じゃあ、24通りのたすき掛け、23回失敗して最悪24回目にやっと正解ってなるのかっていうと、それはないですよと。これだったらほぼ一発です。というのは、時々、まあ、この数分けるとき、近い数がいいよ。4、6、24とか。これだったら4、3、12。6、2よりは4、3がいいよなんていうふうに、近い数がいいなっていう人いるんですけど、何の根拠もないですね。で、この場合だったら4、6は絶対ありえないんです。というのは、最初に言ったように、まず共通因数がないことを確認した。で、例えばじゃあ4、6に分けたとしますと。この3つある2を、まあ、これ上下に分けてるわけですね。2が2個と2、1個。で、この数も2を素因数に持った数ですと。この2を上下に振り分けちゃったら、どちらにも2が来ないような分け方できないですよね。少なくとも片っぽには、2が入っちゃう。もちろん両方入っちゃう場合もあるし、絶対に2がないように分けられない。で、もしも2がこう来ちゃったら、これで成功ってなった時に、まあ、この場合だったらもうくくれすぎですね。この場合が2×2x+1とかという。まあ、この場合も6×x+1っていうふうに、くくれないことを確認した因数分解が結果的にくくれちゃおかしいんです。ってことは、隣に共通な約数を持った数があっちゃいけない。互いにそうじゃなきゃいけないんですね。この A と B っていうのはこれ互いにそうじゃなきゃいけない。共通な約数持っちゃいけない。1以外の。ってことはこの場合は、これは2を素因数に持った数。こっちも2を素因数に持った数。で、この3つある2を分けちゃったら絶対にくくれちゃうんで、この2は分けられない。もう8がこの場合素数みたいなもんですと。ってことは、8、3に分けるか、まあ24、1はあり得ますね。で、24、1に分けたら、この隣に2も3も来ちゃいけない。2や3を素因数に持った数来ちゃいけないってことは、12で2も3も素因数に持たない数はこれしかないんですと。こうなったら明らかに288と1で、もう真ん中の数とほど遠くなっちゃうんで、まあこれはもう最初からほぼ感覚的に排除してるはずです。ということはもうこの問題は3パしかないんですと。で、隣に来る数は隣、互いにそうなんで、12を、2を持たない数は3か1ですね。で、もしも1だったら、こっちが12になって、今度ここが3っていう共通の約数を持っちゃうと
いうことは、もうこの問題は、8、3に分けて、ここに、2が来らんない。ここに3が来らんないってことは、これでも、3、4しかないと。で、まあ、あとは、たすきにかけて、32と9で、マイナスになる方だから、こっちにマイナスということで、8x プラス3、3x マイナス4っていうのは、24通り、マイナスまで含めれば48通りのうち、もう、ほぼ1通り、まあ、プラスとマイナス考えても2通りに一発で絞れますということになります。なんで、要するに、この3つの数にちゃんと注目しましょうということです。じゃあ、このサムネの方のこの問題はっていうと、3つの数、これは、黒く50種だから、3の3乗と2ですね。で、こっちは100なんで2の2乗と5の2乗。まあ、これも同じように、約数が、シニが8個で、こっちがサザンが9個なんで、4組と9だから、縮36通り。これはやっぱりまあ、プラスマイナス考えれば72通り、たすき焼きがあり得ますと。でも、ここでも絞れますっていうのは、この3つの数。この真ん中の数が、さっきはこの23っていうのは、これらの素因数、これらの素因数の倍数になってませんと。でも今度、この真ん中の数、今度は、54は3を含んだ数。これは3の倍数。こことここの数に共通な約数があります。で、じゃあさっき、2を分けるかどうか、複数個ある素因数を分けるか分けないかがすごく大事で、それを意識すれば、たすき焼きが楽になると。じゃあこの問題の場合、この3つある3を分けるか分けないかっていうと、この問題の時の、これ24、2の3乗の2は、さっきは分けたらうまくいかなかった。じゃあさっきと同じように分けない。例えばこれだったら27ですね。27、まあ54と1か27と2っていうふうに。こうした時に、じゃあまあたすき焼きした時に、この A と B っていう数はもちろんこれらの数を含んだ数ですけども、まあ、そもそも、ここには3の倍数入ってないんで、ここに3の倍数、そもそも、隣同士は互いにそうという原則からも、3の倍数来ちゃいけないし、そもそも3はない。で、そうすると、これ 2A と 27B で、これ足すと、3の倍数と3の倍数でない数を足して、3の倍数になるわけないんですね。ってことは、今、ここでは、これが、真ん中の1次の係数が3の倍数である。で、これも3を持った数って時は、今度は、この3個ある3は分けなければいけない。3個ある3を分けるとなったら9と3。で、どっちかにあったら2ですね。だから、この54の分け方は、18と3か、9と6。この2通りしかありえないと。3を分けなければいけないから。で、こう、たすきにかけるときに、今度、この数3の倍数、まあ3なんで3の倍数なんですけども、これらの数の倍数にはなっていませんと。なんで、この2個ある2をこう分けちゃうとき、まあそもそも隣同士が互いにそうっていう原則からもこれダメだし、そうじゃないとしても、これ2の倍数、2の倍数、偶数と偶数足して偶数なのに偶数じゃありませんってことは、2は分けられません。で、じゃあ5も同じく分けられるかっていうと分けたときに、今度は別に互いにそうは大丈夫ですね。5を分けたとしても、5の倍数と5の倍数足したら5の倍数になってませんってことは、ここの数がこれらの数のと共通な約数持ってませんと。ってことは、これ5を分けちゃったら、ここも5の倍数にならなきゃいけないっていうことからして、5も分けられないってことは、この100っていう2の2乗と5の2乗のこの2も5も分けられないから、この場合は4と25がもうそれぞれ素数みたいなもので、組み合わせとしてはもう分けなきゃいけないんで、101か425の分け方しかないと。で、まあ100はもう、何百とちょっと、何百とちょっとなんで、明らかにこんな数になるわけないから、もう最初から感覚的に排除。となったら、あと4と25しかない。で、隣同士は互いにそうっていう原則はいつでも成り立つんで、この2の隣に4は来ちゃいけないってことは、この場合だったら4、25しかないし。この場合だったら、こっちが4でこっちが25しかありえないと。で、あとはこのうちどっちかにマイナスくっつければうまくいくはずで、こっちはもう225と2桁。3には到底ならないと。じゃあもうこっちだけ。18と4で72。3と25で75で、あとはマイナスになるのはこっちでマイナスなんですか。なんで 9x マイナス20、あ、18だ。18x マイナス25と、3x プラス4っていうふうに、まあほぼ一発でできます。まあこっち、まあこの場合はこれと両方可能性あるので、まあほぼ2発で
のうち1個でできると。2発のうち2発でできるということになりますと。まあ、この3つの数を注目してねと。で、まず真ん中の数が、これらの数と互いに素かどうか、共通な因数持つかどうか。持つ場合だったら、ここにある複数の共通な、これとこれの共通な素因数は分けなきゃいけないっていう。まあ、その辺を意識すると、簡単に失敗少なくできるかなと思います。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で、答えはきれいに書いてある。そして映像もすぐに見られるというシステムになってますんで、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。鈴木貫太郎のオンラインサロン、新聞の話、気になる記事について、ああだこうだ語る生配信、ほぼ毎日、おかげさまで60回を超えました。まずは7日間の無料体験から。